皆様、今回もご視聴本当にありがとうございます。カズチューブです。それでは参りましょうか。オリックさんの宮崎キャンプ2月25日土曜日、第6クール4日目。ということ、天気はもう基本晴れ、時々曇り、気温は日中の最高気温16度まで上がって、昨日よりも5度ほど、プラスになっています。やっぱり暖かかったんですね、今日はね。日差しも届いていました。さて、そんな中、今日はね、紅白戦が、2つ行われて、メイン球場、速建スタジアムでが11時14分、これ4回まで。で、11時15分開始が第2球場の方で3回の表終了までという、ちょっと変則な、紅白戦が行われました。2試合ね。まずはこの速建スタジアム、メイン球場の方での紅白戦は5対0で赤組が勝ちました。シュインデルのスリーランと、佐野皓大選手のツーランホームランで5点取ってホームラン攻勢で勝利という赤組でありましたけども。さて、ピッチャーですが、白組が山岡、2人目比嘉、3人目ルーキー曽谷。一方の赤組は田島、そしてコットンと2イニングずつ投げるということ。まず両先発、まあ開幕候補の山岡投手と田島投手が投げ合いまして、共に2回を無失点に抑えました。まあ山岡投手は初回、田島投手は2回ランナーを背負うシーンもあったんですが、まあそこはしっかり抑えましたね。比嘉投手もしっかり抑えて、曽谷投手がホームラン2本。ただ、153キロがあったのかな、今日マックス。速いボール投げていましたしね。まあ、ちょっと不運な味方のエラー、セデーニョのエラーと、あと、ちょっとラオ選手に、右足にスライダーを当ててしまって、そこからちょっとね、なんかこう、感じが狂ったんだろうけども、2本のホームランで5失点ではあるんだけども、ただ、福良 GM の評価はいいボール投げていたし、中島監督もある一定の評価を下したそうです。力強いボールはちょっと楽しみですね。で、コットン投手、こちらも2イニング回をまたいだんだけども、変わりっぱな、高めに入ったチェンジアップを北選手にツーベース打たれたんだけども、そこはしっかりその後抑えてということ。カーブでもしっかりと、ストライクを取れるという感じでした。まっすぐは今日マックス150キロ。田島投手も最速149がありましたかね。まあ、山岡投手も、1回よりも2回良かったですし、田島投手も非常にこう力のあるボールを投げていたということでした。まあ、ピッチャー陣。曽谷選手はちょっとホラニがデビューではあるんですけども、いいボールもあったということを聞いております。まあでもシュインデル選手のホームランは見事なホームランで、佐野皓大選手もね、左ピッチャーからしっかり打つという、そんな、ホームランでもありました。そして、第2球場の方では、紅白戦が行われまして、白組が阿部投手が先発、これ1イニングずつ、阿部、辻垣、西浜。で、西浜投手が1失点。味方のエラーもあったんだけどもね。失点1。で、一方の赤組の方が、近藤投手、そして入山投手が投げるということで。まあ、そうですね。入山投手が147キロを計測しています。西浜投手146キロ、というような感じでありました。まあ、こっちもピッチャー優勢ではあったんだけどもね。辻垣投手なんかは結構小林二軍監督注目のピッチャーでもあるんで、育成ではあるんだけど楽しみにしてください。ここでもね、仲の良い阿部投手、近藤投手が紅白に分かれて先発1イニングを0点に抑えています。で、打つ方では今日はね、あんまりこう、まあ3回の表で終わったこの紅白戦だったんで、ヒット3本だったんでね、両チーム合わせまして。で、まあそんなこともあって3本いずれもツーベースで、釣り選手、池田選手、渡辺大樹選手がツーベースを放ったという、そんなゲームでもありました。やっぱりこう、試合があるとね、いい感じだし、この、特に速建スタジアムでのゲームは、主力も出ましたんでね、まあこれが、その、スコアブック、スコアシートでもあるんだけども、福田選手がヒットとフォアボールで出ましたしね、まあやっぱりね、この2本のホームラン効いてますよね。うん、そんな感じではありました。北選手もツーベース打ちました。という、そんなゲームでもあったということ。さて、今日紅白戦が、まあ、同時に、ほぼ同時にね、速建スタジアムの方が11時14分、で、第2球場が15分にスタートしてというゲームでもあったんだけども、メイングラウンドの方は4イニングス、サブ球場の方は、3回の表までという、まあ、ピッチャーを使うという、そんな、紅白戦でありましたけども。まあでも本当に山岡、田島、両先発投手ですね。両開幕候補がいいピッチングを見せましたし、いいボールいってました。曽谷選手も打たれはしましたが、見るべきところはあったんじゃないかという評価でしたね。今回も最後までご視聴ありがとうございました。コットン投手もなんか、
福田陣営は先発でもいけるんじゃないみたいなこともおっしゃってるぐらいのピッチングでした。じゃあまた。ご視聴ありがとうございました。カズチューブでした。